こんばんは。なんか今日は暗く見える日。飲み水さん花束、ピルシさんハート、マー君3号さん、あ、このギフト、結婚してギフトたくさんありがとうございます。おいでます元気さん、バラ、ゆうちゃんハート、ディネさんバラ、すけさんギフトありがとうございます。この前ギフトの話しとったのに、もう本当にこのギフトが出たんですね。結婚しての季節、結婚しての季節ってやばいけどね。結婚してギフト時期が来たみたいですね。1年経つの早いね。あ、そう、ジューンブライドの季節、季節時期、坂さん、ピロシさん、ポポさんとトゥイタロウさん、ユウちゃんにシェンヌピーさん、キッサシさん、ギフトありがとうございます。20世紀ともちゃん、ありがとうございます。七並べ。服も超かわいい、嬉しい。ライディーンさん、結婚してギフトありがとうございます。たくさん、7分24秒にします。
さやまっちゃさん、じゅんやさん、ロッテリア島根店さん、ギフトありがとうございます。9時からを見て7並べ配信だと予想してました。予想してました。アイスだ、食べた？アイス？アイス？食べてないですよ。何の話だ。9時台はメンバーとめっちゃ当たる。最近なんか今月特になんかしとるメンバーが多いけんめっちゃ当たる。この前 8連勝ぐらい しとって気づいたらなんか1位率多いなと思って見たら8連勝ぐらいしとってびっくりした。あの戦績みたいなところ見たら8連勝。次10分24秒からします。びっくりした、こんなことがあるのかって。美しくてため息が出ることってあるんですねってボケてるんですかありがとうございます。可愛いですけど、ありがとうございます。昨日サラピタイムで合わせたリッセンちゃんだった。多分それはリッセンちゃん21、22、23オーディション番号が近いけん秒数も近かったやないかな、多分分からんけど、だからじゃないですか。多分遅かったやない、早かった、遅かったとかじゃないですか。ちなみなみさんと何回も当たった？なんかさっきもあったよね、昨日みなみさんと当たったみたいな、サラの時間に。なんでなんやろ。
たまたまかな。次は13分24秒にしますね。9時13分24秒。そういうこと？さっきサラの時間に当たった、南さんに当たったっていう人だったっけ？南さんの時間に何回もみんなが当たっとるんかと思った。最近石並べしすぎて脳内で BGM 流れてるかと思った。サラも七並べはあんまりないけど、たまにでもそういう幻聴みたいな、22、23、24ある。七並べの幻聴聞こえたことはさすがにまだないねまだないですね。お、全員サラカード。サラピタイムに見えへんだった。やっぱり、やっぱりじゃあそうじゃん。サラの、はい、サラのあの、あれの時に。合わせの時にみんな当たっとる。なんでやろ。たまたまかな。メール取ってる説サラのゆうみさんがサラのメールを取ったらめっちゃ面白い。ちなみに BGM が飽きた。 BGM が飽きた。 BGM が飽きた。でもさらも無音でする時もありますよ。やっぱ無音でする時もあるけどって感じ。あ、元1位だ気づいたらまた1位。次16分24秒にしますね。間に合う方だけしてください。でもイベントがある月はいろんなメンバーと当たる。イベントがない時は滝野さんか宗行しか当たらんけど、イベントがあっとる時は結構普段当たらんメンバーも当たる。9時台、特に9時台、21時台に当たる。21、22、23、24。3人。サラ入れて3人。サム、福田さん、今月何回かもう当たったかも。そうよね、サラがメンバーと当たるってことは、それ以外の当たっとるファンの人はメンバー2人同時対戦しとるってことになるよね。
確率、そう考えたら確率すごいよね。そんな、そういうことですよね。常に無音。なんかね、音なんか七並びにめっちゃこう集中してるときは音なくてもいいけど、なんか何かをしながらっていうか、テレビ見ながらとかするときは音を出してやらんと、あの聞こえ、あの何やりにくい。こうもう七並びに全集中しとるときは全然もう音なしでやる。あとたまにこの音が嫌になるときはそう、音が嫌になったときは切るけど、配信中はちょっとあのね、うわ13出せばよかった、あの配信中はちょっと音を出しとかないと、途中から見た人が、今日はテロップ入れとるけいいけど何をしとるかわからないのでね。17分じゃない、19分24秒にします。そう、同時対戦。そうね、サラがメンバーと当たるってことは誰かしら同時対戦になっとるってことです。コインは32,000貯まりました今。32,000、ちゃんとあの日何日か前に言ってから引かずにコイン貯めてます。21、22、23、24、1人あ、でも声切っとるやさら、そのパスとかの声は切ってますね。コイン分けてくださいって、そんな分けるような声はありませんよあ、そんなありませんから。さあ、ちゃんと自力で頑張って貯めてるんですから、そんな分けるほどのコインはありません。今月はちょっと頑張って貯めてます。間に合いませんでした、次に合わせてください。そういえばサラピアイコン出ました。出ないんですよね出ないんですよねとか、まだ引いてないけど、今回はあの言ってから22分24秒にします。22分24秒。声がいいのに、それは嬉しいけど、サラからしたら自分の声を聞くだけなのでね。
ェルイベント、シェル、あのなんかあの貝殻のやつはさら一切やらないです一切やらないので大丈夫、あれはやらない、あれはどういうイベントなのかちょっとよくわからんけど、ね、やりません。19、20、21、22、23、今日髪の毛しっとりしてるっぽいね、何かつけてる、いつも通り何も変わりませんよ、今日変わりません。そう、月末に貯まったコインで何かを引く予定、何かを引く予定、アイコンがでも一押しガチャもないけど、そういったやつ言った通り変えてません、変えません、引きません。全然出さない人がいる。地方のアイコン10万コインか。さ、千穂さんのアイコンはなんだかんだね3種類ぐらい持ってるんですよ。そうなのでね、買いません。あとそんな10万コインも溜まったのはもうめっちゃ前、めっちゃやっとった時ぐらいしか溜まってない。そんなメンバーでもそんな10万はなかなか溜まらん。めっちゃやっとるか、もうずっと何ヶ月も溜めん限りそんな10万はいかないですよ。メンバーにも新しい、公演にも当たらん公演は関係ない、公演関係ないよ。そう、アイコン引きたい、アイコン早く引きたいけどもう出ない。でも今回のはちょっとあの衣装っていうかな、このアイコンの衣装が可愛いけ引きたいけど、CNP さん小判ありがとうございます。10万コインを一気にアイコンに使ったけど出なかった。じゃあそうなる可能性もあるってことですねそうなる可能性もからもあるってことですね。27分24秒にします。27分24秒。今日は外に出たけどもうびっくりするぐらい暑くて、びっくりした、びっくりびっくりするぐらい暑くて、もうびっくりした、本当に暑すぎてもうびっくりよ。暑い、もう夏が来たなって感じの。
スマイルさん花束、スリアさんハート、ありがとうございます。いやめっちゃ暑かった。溶けちゃったって、溶けてはないけど真剣に返す。リジュさん、溶けてはないけどめっちゃ暑かった。あ、全員。ヤジウマさん、ゆかちゃん、こぶちゃんセブンさん、ありがとうございます。昼にゲーム一緒にしましたって、わかります、ありがとうございます。なんか七並べたまたまやってさ、たまたまなんか適当に昼とかにやってみて、やってみた時に自分の推し、自分のカード、自分の推しカードにしてる人に当たったら、おーってなる。たまたま当たったら。ね、アイスが余計美味しい季節あります。湿度がやばい。あ、やっぱ湿度やばいよね。なんかね、もう前髪がね、前髪の崩れ方が異常で、そう、雨の日じゃないのに雨の日ぐらいのあのと前髪のトレを感じて、あ、1位、そういうことか。マスクかなと思ったけど、もう異常に取れるんですよ。30分の24秒にします。さあ、かき氷にあんま興味ないんですよね。かき氷よりソフトクリーム派。そう、かき氷よりソフトクリーム派。前髪センサーが反応した。なんですよ。20、21、22、23、24。一人、まさひろさん、ありがとうございます。忖度頑張りましたって、おい、本気で、本気で戦ったでしょう。あ、ジェラートは好きけどね、なんかソフトクリームはね、あんまり、あ、間違った、かき氷はね、あんまり食べないんですよ。ソフトクリームとかジェラートは好きやけど、かき氷はあんまり食べることがない。ちっちゃい頃は好きやったけど、ソフトクリーム派です。ミニストのソフトは食べることある。ハロ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 ってかき氷やっけ、あれは。ハロハロとかミニストップのかき氷じゃない、ソフトクリームは好きやけど、でもね、広島にミニストップがね、あ、なくて、いけん。そう、食べる機会ないかもね。広島にはないんですよ、ミニストップ。
ポプラはあるけどね、ミニストップないないみたいで。マイかき氷食べたことないんちゃう。そのバカにされた。34分24秒にします。いや、かき氷はね、とかあんまり氷が好きじゃないサラ、多分そういう問題なんですよ。氷好きじゃない。ローソンのピスタチオ、あ、知っとる。なんかあのね、あるんですよね、ピスタチオケーキサンドアイスみたいなあるらしいけど、でもピスタチオ自体はね、うん、マカロンアイスのピスタチオのやつめっちゃ食べたって言ったけど、でもそれはピスタチオ味が食べたいっていうよりもマカロンアイスが好きで食べたかったっていう、食べとったっていうだけなので、そのピスタチオ自体はね、そんな20、21、22、23、一人ともゆきさん、ありがとうございます。あ、でも白クマは好き。あ、え？え？あれさ、34って言いました？33の間違いですね、申し訳ない。一人いますね、しかも33のつもりで言っとった。基本1分開けないので申し訳ない。でも一人いましたね。はい、すいませんね、34って言いましたよねって言ったみたいです。ちょっと言ったみたいですね。何なんでしょう、白熊のかき氷は好きなんですよ。なんかさっぱりしすぎたアイスが多分好きじゃないかもしれない。間違えてたのか、まあ、間違えて当たったみたいですね。もし32分24に終わってサラが34分24にしますって言ったら、多分それは間違えてますね。配信中は1分も空きません。ちょっと1分も無駄にしたくないので無駄にしません。そんなフェイントあるのってわざとじゃないよ。サラの中では33って多分言ったつもりだったみたいです。ごめんなさいね。頭脳戦って、頭脳戦じゃないよ、そんな意味わからんことはしないです。ブラック、あ、そう、ブラックモンブランが関東にあの進出するらしいですね。駆け引きやなって、だからしつこいなそんなんじゃないってば、しつこいな、嫌い。34、33、次は間違えないようにします。そう、広島もギリギリ売ってるんですよ、ブラックモンブラン。なんかお店によっては売っとる。次は37分24秒にします。こちらのホテルと赤だよ、サンバラスケさん、ハートありがとうございます。そう、サラもね、ブラックモンブラン全国のアイスと思っとったら違うってことを知ったんですよ。
ックモンブランとは知らん、え、知らん人おるんか。ブラックモンブランっていうアイス、なんかね、周りにチョコがザグザグザグについとってみたいなアイス、簡単に言ったらめっちゃ美味しいんですよ。21、22、23、24、1人。でも1人は配信見て押したな。CM、 ブラックモンブランの CM あるっけ、あるっけ、思い出せん。でもさ、あれが好きなんですよ。多分これも確か九州限定のやつやったけど、あーとね、トラ吉くんってやつ、多分九州、多分その九州のやつ。それがね、めっちゃ好きなんですよ。さ、トラ吉くん、チョコバナナのアイス、それがめっちゃ好き。40分24秒にします。あと40、この配信終わったら、間違った、この配信じゃない、この7並べ終わったら一旦メール送ります。忘れる前に、10時過ぎる前に。ヨーグルッペがない、ヨーグルッペ聞いたことある、ヨーグルッペ懐かしい、ヨーグルッペ、ヨーグルッペ懐かしい。あとね、サラがめっちゃ好きなね、引き割り納豆もこっちには売ってないんですよ。ミルクックよりトラキチ君派。なんかトラキチ君、ミルクックおごりますっていう、なんかゴリラのね絵柄のアイスとかあるんですよ。22、23。そう、あ、3人。ブラックモンブランを作ってる会社は佐賀県ですね。あ、そうなんですね。矢島さん、松花堂弁当さん、あとさっきピロシさん、ありがとうございました。そうそうそう、ミスターマックスってお店知ってますかって。知っとる、聞いたことある。確かに広島ないんかな、分からん、ないか。いや、引き割り、違う、引き割り納豆自体は多分あるけど、なんか九州によく売っとるあの引き割り納豆がないんです。あの3つくっついとる、あの何やっけ、なんか3つくっついとる、あのパキって割ってやるやつ、 それがねないんですよ。さ、その納豆が一番好きやけどね、売ってないんですよ。引き割り納豆っていうものは多分売っとるけど、広島にもちゃんと。伊藤博さん、ハートありがとうございます。竹下製菓、佐賀駅、佐賀駅行ったことないな。
メール送ります。メールを送る時間次45分24秒にします。先に言っておきます。わざと開けてます。45分24秒にします。1分黙りますね。1分間黙ります。ゆうちゃんバラたくさんありがとうございます。21、22、23、24、本当に喋らない。メール打つときはね、集中しないとね、こじるので。え？止まってました？マーク3号さん、ファイト、ありがとうございます。止まってないよね。負けた。そう、今のうちにもう今のうちにもう一回メール送ろう。写真がね、なかなか写真を撮らないのでね、普通に生きとったら自撮りをしないので写真がないんですよ。新しいフィルターを見つけるのに困ってるけど何もない。
新しいフィルターがある。うん、何これ。すごい、なんかね、面白い面白い面白いフィルターを見つけた。面白いフィルターを見つけたぞ。強いやつ見つけました。これを送る。次50分24秒にします。やばい、間に合わない。また1分黙る。いや、50分にやらない。やっぱやらない。51分にやります。51分の24秒。アプリはね、スノーを使ってます。なんかね、一周回ってスノーが一番シンプルってことに気づいて、そう、高校生の頃とかはスノーなんて漏れないって思っとったけど、あ、50分間に合うか。さっきのアプリが落ちたまんま。朝香さん、ギフトありがとうございます。51分24秒。おいでます元気さん、ありがとうございます。なんかね、スノーは一時期めっちゃ、もう結構前、6年前ぐらいに流行ったじゃないですか。一回、もっと前かもね。そうで、けど、あの22なんかね、他の高校生の頃はビューティープラスっていう、なんかいろいろ、それこそウサギとかつくやつとかで撮ることが多かったんですよ、オーディションの頃まではね。コウタさん、ピアキーさん、ありがとうございます。そう、けどそういうのが多かったけど、もう一周回ってスノーがシンプルに、あの、なんかちょうどいいってことに気づいて、もうスノーになりました。スノーになりました。スノーを使ってます。ここでね、ノーマルカメラを使っ、ノーマルアプリ使ってません、ノーマルカメラだよって入れたらかっこいいですけど、たまにノーマルカメラで撮るときもあるけど、基本はもう、そっち撮りは基本はスノーが多い。
メール楽しみだって送ったので楽しみにしといてください。ああ訪れてたんだ。訪れは言ってくれていいのに。54分24秒にします。54分24秒。会社ありがとう、ありがとうございました。間に合わない人は次に押してください。21 22 23 24。さやまっちゃさん、しまんちゅさん、ありがとうございます。ヤンカーさん、ギフトありがとうございます。次が多分最後になるかな、うん、次が多分最後ですね。57 58 59、無理か。じゃあ58分24秒にして終わります。わざと1分空けてます。58分24秒にして終わります。マー君3号さん、ハトありがとうございます。されずに終了です。次があります。そう、次はわざと、そう、間に合わないって言われるからね。
なんかあれさっき4位が 1,2,3,4,5 回も続いとる。かわいそうに4位が5回も続いていた。欲しいのポテト赤です。5番ありがとうございます。あ、時差は関係ないですね。電波時計を合わせてやってるので。ね、5連敗もしとる。びっくり。そう、こういう時もありますよ。常にそんな1位とかじゃないよ。20、21、22、23、24、あー2人。甲子園のポテト赤田さん、琥珀さん、ありがとうございます。僕はカード運によるんです。その通り。メール送ったよね。送ったよね。分かった。この配信間違った。この七並べが終わったらランキングで終わります。なかなか長い試合になってますね。あ、最後やっと1位で終わりました。シェヌピーさんお疲れ。ゆうちゃん花束たくさんありがとうございます。メール来ました。よかったです。メールの内容は言わないでくださいね。じゃあちょっと経ったらランキング読みますね。最後が1位でした。2分になったらじゃあランキング読みます。スノーは多分まだね、後でもうちょっとしたら来ると思う。久しぶりに1時間配信で七並べやったかも。9時台はね、七並べしないとなんか落ち着かないんですよね。落ち着かないっていうか、なんか無駄にした気分になるんですよね。せっかくの10ベッドが。じゃあ2分になったのでランキング見ます。48位、ホソ19773、24位、ロッテリア島根店さん、13位、福行さん、12位、朝霞さん、11位、さやまっちゃさん、10位、こあら変わった、13位、福行さん、12位、さやまっちゃさん、11位、こうたさん、10位、朝霞さん、9位、ディネさん、8位、星野ホテル高田さん、7位、おいでます元気さん、6位、ともゆきさん、
5位ピルシさん、4位ゆうちゃん、3位ライディーンさん、2位ニシエンピーさん、1位マー君3号さん、ありがとうございました。あ、メールもう来たんだ、早かったね、連発で来たんだ。では終わります、ありがとうございました。